毎朝配達中でございます。ミルクサッカーアカデミー受講生の井上真と申します。どうもミルク佐藤です。よろしくお願いします。お願いします。プロサッカーデータマンと乳製品アレルギーの、ごったにでチャンプルでお送りしています先生でございますけれども、今日は本日は、はい、ファジアーの岡山です。おいしょー、ありがとうございます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ということで今日のポイントから聞かせていただきます。はい、1点目です。はい、万能バイプレイヤー木山康平、今季は左サイドバック。お2点目、はい、複数の同一ポジション選手を保持しているのは負傷離脱のケアのため。なるほど。3点目、鹿島からレンタルのミッドフィルダー久保田和音が新たなトレンドへ。トレンド。4点目、後半へも保ちたいチームの公共、といったところでございます。なるほど。というわけであれ開いちゃいましたね勝手に開いちゃいました、まあ、こんなこともありますね。あのマシンが待ちきれなかったんじゃないですかね今ね。ごめんなさい、はい、さあ出ました、出ております。こちらが先生の遊び心たっぷり、はい、スタメン予想でございますけれども、はい、そして、ポジションごとの番手がね、横に出ています、ということですよ。詳しい表の見方、色合いなどについては上のおすすめ表の見方というところね、動画になってますのでぜひどうぞということで、先生よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします、はい、いや岡山です。はい、岡山です、うん、で、まあ、ポイントでもちょっとお伝えしたところがあるので、そこから見ながらちょっとキーパーからいこうと思うんですけど、岡山ね、あの冷蔵庫シリーズの方でも、ちらっとお話させてもらったんですが、複数の選手がいるんですよ、同じポジション、しかも似たようなタイプが、はい、でこれもしかしたら岡山サポーターの方々から見れば、なんでうちのチームは同じタイプの選手呼んできたんだ、これどういうことだろう、って思われる方も多かったと思うんですよ。まあ、なんでかって言われたら、やっぱりね、J2 を42試合戦い抜くって多いもんね、相当大変なんですよ、はい、でプラス、よく考えたら、天皇杯とか、であとプラスちょっとね、練習試合とかもやるから、結構まともな試合っていう90分のね、レベルでも年間50試合とかやるわけですよ。ああ、そうですね。1週間に1回はマジでやってるし、はい、でほぼほぼ3、まあ、2月なんで、3月から11月末ぐらいまで稼働することになるじゃないですか、ってなったら8ヶ月間でやるわけだから、はい、5日6日に1回ガチの試合やるんです。そうだそうだね、そうそうそう、結構人数いないとやれないですね。強靭なだから体力持ってるというか、強靭なもう体ですよね、持ってるなら別として、そうじゃない限りは、言い方あれですけど、車とかでもそうだけど、スペアがないとやっぱりシーズン戦い抜けないわけですよ、ということで、それによってで、いろんないわゆる違うタイプを用意していくってパターンもあるんですが、岡山に関しては似たような選手をあえて集めることで、自分たちの戦術だとかをやりやすくしているところがあるのかなといったところ。誰が入ってもっていうね、埋めれるということですね。そうですね、ミッションが変わらないと、はい、ということでキーパーから見ていきましょう、キーパー金山選手かなといったところですが、まあ、市森選手とどっちかがスタメンにつけば、まあ、問題なくはやっぱりゴールキープできるっていうところが、まあ、出てますね。データからも大体そうなんですけど、どちらになるんでしょうか、開幕からね、続いてセンターバックです、いやここ難しいですね、まあ、怪我組帰ってきてってところで考えても、まあ、増田選手、浜田選手が基本軸にはなると思うんですが、まあ、若手の下口選手、阿部選手あたりも入ってくるだろうし、ってところで考えると、もうやっぱり J2 レベルで、なんだろう、スタメンでこうある程度使えるよってこう分かってる選手を6人ぐらいもう用意できてる段階で、岡山すごいなと思いますね、魅力というか、岡山でしかできないというか、なかなか他のチームだと言っても5とかなので、センターバックだけで6いるっていうことはすごいなと思いますし、充実してるな、はい、で田中裕介選手だったりだとか、あとは木山晃平選手もセンターバックをこなすことができるので、なんなら8とかじゃないですか、すげえなっていう。これはあえてそういうバランスにチームが力をかけてるってことなんですかね。そうですね、だからこそ言われる、逆に言うと42試合いけないかもしれないんですよね、だからね、その選手が、だからレギュラークラスをこれだけ集めるってことは、お互い切磋琢磨してほしいっていうのもそうだし、42試合戦い抜けないかもしれないな、その選手が、ということも加味しながら集めている可能性もあるのかなと思いました。そして右左には向原選手、弘樹選手入れているんですが、こちらもですね、田中裕介選手、そして木山晃平選手がそれぞれ担うことができますので、まあ、サイドバックも十分なラインナップがいるのかなといったところでございます、プラス下口選手なんかもね、右サイドバックできたりだとかもしますので、で続いてボランチですね、
基本は、上田選手とデネル選手になるのかなといったところですが、鹿島からやってきた、久保田選手なんかも上田選手のポジションをこなせることができますし、まあここね右側の表を見ていただければ、まあ正直誰が出ても遜色ないことはできるんじゃないかなと思います、うん、もちろん右利き左利きの差ぐらいのところはありますが、はい、ただ唯一この岡山で替えが効かないところがどこかと言われたら上田選手なんじゃないかなと僕は思ってます。でそれはなぜかというと、左利きのフリーキッカーっていうところが大きいんですよね。もともとジュビロ磐田時代も、まあ、七海監督というよりは七海浩選手に憧れてっていったところがあるので、やっぱり上田選手に関しては、で左足 でフリーキック、なんか岩田っぽいその通じるところがあるじゃないですか。ああ、そうですね、うん、でそれに今岡山で頑張ってるっていうところになりますけど、うん、彼のやっぱりキックコントロール、特にセットプレーでのコントロールに関してはもう J2 レベルではなく J1 レベルの、いやそうなんですね、持ち主なので、うん、彼を欠くことはできないだろうなと、うん、オープンプレーで例えばトランジションのところでってなったら、例えば武田選手とか、うん、関戸選手出してなんてこともできますが、うん、セットプレーとなったらでしょうね、ほうっていったところですよね。なるほど、ここに注目ということですね。はい、それ強そうだな、充実してるな。はい、続いてアタッカーでございます、アタッカーのところ右に久保田選手を置きました。もともと本来大阪桐蔭高校に所属していた頃は、うん、2列目いわゆるボランチの役だとか、鹿島時代もボランチっていうことも多かったんですが、去年ねついに、彼実は久保田選手って1997年の1月1日生まれなんですよ。おお、めでたいめでたい、元旦生まれ。そしてですね、東京世代の最年長学年どころか、うん、絶対最年長ですよね、うん、1997年の1月1日生まれ以降からなので彼の筆頭なんですよ。じゃあお母さんもう1日早く産んじゃったら東京五輪出れなかったわけ。絶対無理ですよ、だからもうリオ世代に当たります。すげえ。学年的には、うん、北川選手とか、うん、三沢選手、井出口選手、鎌田選手と同じ1996年度の世代にはなるんですが、97年1月1日というところで東京世代になるわけです。これってさ、サッカー選手の誕生日としてはベストなラッキーさってこと。ベストなラッキーさ、そうだよね、五輪世代で分けていくとこの一番お兄ちゃんになれるわけだもんね。そうなんですよ。なんでカタールとかその中東系で多いのがなぜか1月生まれが多いんですよね。あ、ごまかしてる。さあ次に行きましょう。そうなんだ。そうなんです。ちょっと戻ると、そんな久保田選手も去年ついに鹿島でデビューすることができたわけですよ、はいはいはい、でボランチかなと思ったんですが、この2列目の右でやってたんですね、うん、でそのまま岡山でどうやらスタメン取りそうな勢い。おろおろ、なんか去年の流れに引き継いでなんかちょっといい感じじゃないと。で彼はもともとその大阪桐蔭高校で例えば阿部裕之選手とか三浦玄斗選手なんかもそうだったかな、なんですけど、まあ、そこら辺にちょっとついでと。で左からは仲間選手です、うん、はい、で仲間選手なんですが、やっぱりアタッカーなのでできる限りもちろんゴールの近くまで行きたいじゃないですか、はい、でできるだけそれこそ近づいてゴール決めるってことももちろんしますけど、うん、ミドルレンジからのシュートも厭わないところがあるんですよね、うん、そこが大きくて、やっぱりミドルからこうボン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 例えばシュートを打つって、例えば柏レイソルのクリスティアーノ選手なんかもそうですけど、ミドルがないと思われてるよりもあるって思われてた方が、はい、うん、一回そこでディフェンスがブロックつけてくれるわけじゃないですか。あー、確かにそうですね、やべえ仲間だ、うん、これは打ってくるかもしれないって身構えられたら仲間選手としてはラッキーで、うん、なるほど、あ、こいつディフェンダー止まったな、うん、よし俺ちょっともう一回ドリブルで攻めてみよう。これバスケットボールとかだったら一回持っちゃったらね、今ダブルドリブルになっちゃうの反則ですけど、サッカーだったら全然いけるじゃないですか。はい、ディフェンダー構えて、はい、行きます。でさらに侵入してって、これで仲間に打たせたらまずいと思わせたところで、今度はあ、また止めに来るのね、じゃあパス出します、赤嶺さんとよろしくお願いしますみたいなこともできるわけじゃないですか。なんでそういうアクセントをつけられることができる選手でございます、仲間選手は。はい、うん、であとはもう一番前はもう岡山のもう顔になってきたお二人ですよね、はい、赤嶺選手、イオンズ選手と、うん、そして福岡からレオミネイロ選手がやってきてというところもあるので、うん、まあ、誰が出てきてもある程度前線の決定力は担保できるのかなといったところです。先生、これなんか安定感みたいなもの非常にね岡山から感じますけど。そうなんですよ、ということで、うん、岡山、はい、なんかいい感じなんですよ。いい感じですよ、すごくいい感じにも喋ってきましたよ、うん、はいはい、でだからこそ、うん、去年ちょっと戻ってみましょう、はい、2018年、うん、この序盤戦2月、3月、4月、うん、5月、はい、トップに立っていたのは岡山でした。そうでした。そうなんです、はあ、岡山と山口あたりで争っていたところがあったんです、はい、ただ正直最終的には
ちょっと厳しい順位にはなってしまいましたと、うん、じゃあそれがなんでなのかと言われたらやっぱり体が持たなかった。うーん、前半戦は良かったんです。なので今年に関しても、はい、ある程度皆さんねそれこそ自分の体ケアしながらももちろんやると思うけど、うんうん、序盤はねいいんじゃないってすごい思ってるんですよ。ただ、うん、一周したあたりとかいわゆる最初の10節終わった段階までいいけど、そこからだんだんやっぱり体の悲鳴が、夏も来ますしね。そうです。まず1個目危ないのとしては、うん、4月の末5月の頭にあるやっぱりゴールデンウィークのところが、あの週に1回どころか週に2回の連戦が続くわけじゃなくて、うん、2、3週間、そういうことか。そこがまず辛い。あ、連休とかの方が辛いってすごい職業ですね。そうなんですよ。だからそこを乗り、ね、うん、そこをギリギリまで多分乗り切れるんですよ、うん、ただ乗り切った後でペース変わるじゃないですか、また週1単位、はい、そこでちょっと崩す。そう、ああそうか、そこがちょっと怖いかもしれない。あ、それはもう出てるんだデータに。そうなんです、毎年のことなんですね。あと J1 の場合だとやっぱり去年も今年も、ワールドカップだったりだとか、うん、コパアメリカがあるので、うん、ある程度 その中断期間がある、うん、ただ J2 はそのまま続くわけなので、はい、基本的には休まることがないんですよね、うん、だからペース変わらずやっていかなきゃいけないってところがあるので、うん、そこで怪我が多くなってくるとまあきついかなと。はなんでトレーナーの皆さん頑張ってください。本当そうですね、はい、もちろんでもいろんなことに備えは、まあ、できてるというのが岡山の布陣ということですね。今年はそれが揃っている状態にはなっているよと。分かりました。ということで2枚目に行きましょう、はい、2枚目いってみましょう。こちらです。ドン。はい、ポジティブトランジションネガティブトランジション、そしてちょっと今までと違った形で理想論ってものもつけてみました。はい、お願いします。ポジティブトランジションに関して言えば、普段だったらこう全体的にフラットにこう設定することも多いんですけど、はい、上田選手がちょっとだけボランチラインよりかは前に出てると思います。彼がだからボールをコントロールしてゲームをね、まあ、司っていくような流れになるの。これもこのボランチコンビでいうと役割分担が結構はっきりしてるっていう感じですか。そうですね、完全にコントロールを上田選手がやるよというところで思っていただければ、はあはあ、でネガティブトランジションはもう岡山よくある話ですけど、うん、まあ、みんなで頑張る、あ、みんなで頑張る、みんなで頑張るというところですね。なるほど。で理想論っていうふうにしましたが、うん、はい、どうやら現地のですね、まあ、ライターの方とかにもちらっと聞いたんですけど、赤嶺選手が特にその42試合やるコンディションには正直ないと。あ、そう。やっぱり自分がこう得点するとかチームにこう絡んでいくってことするためには、チームに貢献するってことするためには逆に42試合じゃない方が良さそう。ちょっと怪我年で。そうですね、怪我の部分とかですね、やっぱりね。ただそこに福岡でねバリッバリにやってきたレオミネイロがいますので、なんで一番右の理想論のところでは、赤嶺選手ではなくレオミネイロイオンジェという普通トップにしております、うん、なるほど。でディフェンスラインとかは特に変えてないんですが、2箇所か他に変えたところがありまして、うん、久保田選手のところとあと三村選手、うん、まあ、ここはだから右のところ久保田選手ではなく三村選手を入れた場合ですね、はいはい、でなったら上田選手のところこそ久保田選手に変えてなんてこともできれば、上田選手の負担をちょっと変えることができるかもしれない。途中投入って形でもありですよね、うん、はい、そんなことも考えていける。リーグ戦をね見越すとそういうオプションもあるんじゃないかと、はい、いろんなこともできるんじゃないかと思っております。はいはい、うん、続いてデータを見ていきましょう、はい、昨年の岡山、シュート成功チャンス構築ピンチ対応シュート対応はですね、うん、GFAA と、あ、もう完全に極端です。そうですね、攻めがちょっとうまくいってなかったということですね。これもね分かりやすくて、うん、やっぱり序盤は良かったんですよ、うん、なんでただ負傷選手が出てとかっていうことでだんだん初夏夏秋、とこだんだんこのレートが落ちてったっていうところがありました、うん、守備の方々はずっと守り続けられたっていうところあったんですが、うん、オフェンスのところはやっぱりその調子だとか、まあ、シュート その感覚だとかもあるじゃないですか、うん、まあ、それも結構響いたかなといったところです。なるほど。ただ現状のメンバーがそのままこう残っている状況に加えて、まあ、新しい選手も入ってとなるとちょっと2019では増えると、はい、GFAA が FEBB、うん、おー、なるほど、平均化されてはきてますということですね。そうですね、うん、なんでいいことですよね。いいことです、いいことです、うん、でなんで、そこで目標とする順位としては今10とはしてますけど、うん、順位もいわゆる一桁を狙うってところになるのかなと、うん、もともと矢島選手とか豊川選手がいた時みたいにプレーオフを狙うかどうかってなるとちょっと他のチームとの兼ね合いが出てくるかなと。自分たちが目標にした上で狙っていくってところまではもう一歩厳しいかもしれません。やっぱりもう大宮、柏、長崎、徳島など、ね、もう巨大な戦力を持ったチームたちもありますので、まあ、
そこと考えると一段は正直落ちてしまうところ、まあ、現状データの予想ですからね、あくまでね、はい、これがどうなのかっていうね。ただやっぱりね、その春先で一回リードを取って奪っていきながら、はい、それで今まではちょっと落ちやすかったところをできる限り埋めてってことができれば、うん、食らいついていくこともできるんじゃないかと、はい、言ってほしいですね、はい、思います、はい、うん、でラストですね、うん、成長を期待したい若手ビューポイントの上級中級見ていきましょう、はい、まず成長を期待したい若手が下口選手、うん、下口選手、下口選手、まあ、今岡山でね、今先ほども一応控えっていう設定にはしておりますけど、もともとね世代のね超エリートなんですよ、この下口選手は。代表ですか。そうなんです。3年目にもうなったんですが、はい、もう彼もまた東京世代1位です、うん、でいわゆる JFA アカデミー福島、そこでのいわゆる筆頭格、もうだから全国に名を轟かせたんですね彼もね、うんうんうん、でもう彼もだから代表経験とかもある選手なので、うん、なんで、来年東京オリンピック、ちょっと頭の中にやっぱりあるでしょうね。あるんですね。はい、先生の話聞いてると、もう東京オリンピック代表100人ぐらいいますもんね。いや、いますよ、ね、いますよそういうもんなんだね、はい、それからギュッと20人23人、18人なんだ、はい、でだけど18人だけど、オーバーエイジが3あるので、言っちゃえば世代4年間の世代の中から15人しかいけないんですよ。そうですね、そうか。でさらにそのうちにキーパーが2人含まれるわけですから、ね、考えたらフィールドは13人しかいないんですよ。そしてまたポジションっていうと、またね、もっと3人5人ですもんね。そうなんですよ。そっか。そうなんです。でも楽しいですね、東京五輪を目指す世代が各チーム J1、J2、J3 にもいる、ね、若手がいるというね。それだけじゃなくて、今回に関してはね、堂安律、冨安健洋、そうか、そう、伊藤達也とで、あと中山雄太、板倉滉、なるほど、いますね、どこにもね。なるほど、下口選手はその一人であると。そうですね、ボランチ含めてセンターバックさ、右サイドバックとやっていくことになるかと。岡山でどう成長できるかということです、はい、楽しみでございます、はい、うん、でビューポイントの上級中級なんですが、もう上級はもう分かってたでしょみんな、うん、木山康平選手ですね、僕ちなみに同い年でございます。木山選手、もともとですね、これいろんなところで僕話しましたけど、はい、あの森本貴之選手と共に東京ヴェルディの下部組織から上がったフォワードなんです。同い年ぐらい。そう、1個上になるのかな、なんか、うん、木山選手だからストライカーです、もともと。そうなんですね。そうで、いろんなチーム減る中でフォワードやって、ウィングやって、うん、トップ下やって、サイドアタッカーやって、インサイドハーフやって、ボランチやって、器用ですね。センターバックやって、うん、今年は左サイドバックやると。すげえな、何でもできますね。何でもできる。でどのチームでも、うん、彼は買われてきたということで、それだけちょっと木山、今回もね、多分木山ちょっと左サイドバックやってくんな、うん、あ、分かりましたっていう感じじゃないですか。トータルフットボーラーですね。そうなんですよ。だからフォワードから始まったプロ生活ですけど、今季は左サイドバック、うん、もうこのね、全ポジション経験者だから、どこでもできるし、どこでも買われてきたってことは、やっぱり戦術理解度だとか、うん、チームやっぱり欠かせない選手ということで、はい、こういう選手にもっとこうフィーチャーしてほしいなっていう部分は僕の中ではありますよ。ベテランでね、でいろんなところを埋めれるっていうのはすごいチームにとってはね、そう、助かります。何役やねんって話だもんね。ああ、そうですか、はい、そういう仕事人になりたいですね、私も。そう、我々ね、そうですね、檜山さん、はい、そして、ビューポイントの中級です、はい、まあ、前半からいろいろ話してきましたけど、うん、久保田和音選手でございます、うん、なかなか鹿島では出場経験が、最初3年間とかかな、得られなかった部分はありましたけど、うん、ボランチ&右のアタッカーもやれるということで、はい、J2 に、ね、初めて鹿島離れてプロ生活をやってみるというところがあります、うん、ここでどれだけ活躍できるかが来年以降の鹿島の鍵にもなってくると思うので。なるほど。と考えると、あれ、似たようなタイプ、豊川雄太という選手がいましたね、かつてね。ほう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 。彼を見据えたアクションももしかしたら、うん、といった感じでしょうか。海外行っちゃう、まあないでしょうけどね。そうですか。ただやっぱりその、うん、あのやっぱりすごい強いチームに、やっぱり J1 が、うん、あの過去のレベルにはこう比較できないほど強くなってきてます。今ね、そうやって言ってますですよね。だから J2 も一気に引き上がってる、うん、いわゆる10年ぐらい前だったら J1 のスタメンで出たような選手たちが今 J2 にいるんですよ。それだけレベルが引き上がってるので、うん、逆に鹿島、川崎とか浦和とかで控えになるような選手たちに関しては、だったら J2 に行ってた方が、うん、自チームにこだわらず J2 で研鑽積んだ方が
結局は自分だったりそのレンタル元のチームもレンタル先のチームのためにもなるって感じになってきてるんですね、うんうん、そこから海外も全然あるしね。そうなんです、うん、なんかこのトレンドがちょっと増えてきてるんですよ、ね、なるほど。だからこの新たなトレンドに乗ってきたんじゃないかな。いろいろ良くなってきてますね J リーグはね。そうなると今度、J2 で本当あったらスタメンに出たような選手たちが悲観になっちゃうじゃないですか、うんうん、はいはい、だから J3 に行けるんですよ ね、 いいですね。そこで練習積んでるので J リーグ全体の底上げは実は起きてるんです、うん、なるほど。それに気づいてもっと価値を持ってみるべきですね。じゃあ全てのリーグをね。でそれをだからちょっとね、うん、先にこうトレンドとしてやったのが、はい、矢島選手豊川選手あたりを素早く引き入れて、うん、彼らでチーム全体をこうガッとグレードアップさせたのがこの岡山、うんうん、岡山素晴らしい。久保田選手でまたお客さんも入るしね、うん、そうなってくれたらいいなっていうふうに思っております。個人的に久保田選手はねやっぱこう成功してほしいんですよ。なぜかって言うとやっぱお誕生日とお年玉一緒にされてきた可能性あるんですよ。あなんならクリスマスいやまあまあそこはね、そこは意識的に分けたと思いますよ。逆に逆にね、だからあちょっと間違いもなっちゃった勝手になるシステムなんですね今日はね。いきますね。実証ミルクサッカーアカデミーではね毎朝配達中でございます。皆さんからのメッセージもお待ちしてますし、チャンネル登録、そしてツイッターもやっております。そしていいねボタンで応援していただきますと、このファジアの岡山の素晴らしさみんなに伝わるんじゃないかなと思っておりますので、はい、ぜひ来ていただきありがとうございます。ありがとうございます。もうあのチャイム鳴っちゃってますから。休み時間ですからね。休み時間ですからね、はい、授業しちゃダメですもん。じゃあちょっと職員室戻ります。わかりました。 朝も明日もお願いしますね。はい、はい、ファジアの岡山について伺いました。頑張ってください。頑張ってください。ありがとうございました。